1895年10月の8日、夜明けの時に、京北軍の根張軍というところにある事件が起きました。ある浪人たちがお城に忍び込んで、朝鮮の王妃を殺した事件が起きてしまったんです。じゃあ、この王妃は誰でしょうか朝鮮末期。 暗殺された王妃です。43歳で暗殺された人なんですが、今の韓国でも世代によって評価が極端に分かれる人物です。なので今日は皆さんにこの人物を紹介してみたいと思います。 じゃあ、1851年、京畿道で生まれた明孫漢夫。じゃあ、今からはちょっと民氏と言いますね、えー。お父さん、民治六という、い民家の貴族から生まれた、あの、女性なんですが、い民治六という人には、一男三女の子供がいたんですが、その中で一人が、い民茶用、今日の主役、民氏です。 先ほど言ったこの民治郎の子供は、いチ民茶ン以外は幼い時にみんな死亡したらしくて、いビ民チ民茶ンは実質一人娘として育てられました。え、ドラマとか見てみると、とても苦労して育てられたように描かれますが、実際の記録を見てみると、貴族の一人娘として裕福な生活をしたそうです。当然の後継者の結婚相手を選ぶ、いい鑑定試験を通して追う日になります。 で、その相手は朝鮮最後の王と呼ばれている古ンで、えー、古ンが中3歳、民主が中4歳の時に二人は結婚することになります。民主の方が年上ですね。 で、当時、古城の父、テウォン群は、キム家と対立をしていました。朝鮮末期は、キム家が朝鮮を仕切ったんですが、えー、新しい信仰勢力、テウォン群、えー。テ軍はもともと遠い王族なんですが、キム氏家から王族の王権を取り戻すという野心を持っている男でした。で、この人はキム氏、 と必然的に対立することになりますが、もちろん、まだ王権が弱かったので、他の鴨の力が必要だったでしょう。えー、ちょうど、天王軍の奥さんは民子だったんですよ。なので、嫁も民子を入れて、民子と力を組んで、王権を取り戻そうとする魂胆だったと思います。なので、先ほど言った民子と、天王軍は、最初はとても仲が良かったんです。お互い必要な存在だからですね。 でしかし。 その途中でカットが起きます。ジ、えー、古城と民氏の最初の子が、障害者の子が生まれて3日で亡くなったんですよ。えー、記録によりますと、公文がなかったようですね。で、それで、ウォン軍はとってもがっかりして、実際古城には民氏と結婚する前に即室がいたんですが、その即室の間に男の子がいました。で、なので、ウォン軍はこの即室の子を次の後継者にすると宣言します。 これを聞いた民衆は、また民衆若いんじゃないんですかこれで古城とその古城の周りの意図をとっても積極的に説得しますよね。古城は、えー、歴史の記録を見てみるととても気が弱い王だったんですよ。なので、ここで民衆の気持ちを理解してたのか、えー お父さんである天王軍を嘆願して、自分が王として、一人の王として立ち上がることになります。もちろんその裏には民主がいたんでしょう。つまり天王軍と民主の戦いで第一回戦は民主の勝利でした。 ここでシーはいざとしたら自分が排除されるという危機感を感じたのか、その後からは重要官僚とかはすべてシーにするなど、朝鮮の重要官職はすべてシーに揃えることにします。で、そのまま二人は成長して、やっぱり民誌のこの政略は成功して、朝鮮はシー家門のものになりました。 でもちろんこれによって、イ・ビン氏は調子に乗るでしょ。朝鮮は私のものだという気持ちを持てたそうです。え、コジョンは気が弱い王だったので、まあ、ビン氏の言いなりだったと思います。 で、もちろん、こうなりますと、皆さんも予想できると思いますが、民氏そしてその一族の、え、着服がとても増えるんですよね。なので、民たちの不満は、ますます高まることになりますが、民氏は、これには、これっぽっちも気にせず、朝鮮は自分のものだと思って、国家の運営を、まさに自分の会社の運営みたいな感じでやったそうです。 で、その時に朝鮮歴史にとても大きな事件が起きますが、えー、朝鮮滅亡の始まりと言われる運用語事件、えー、または日本語では関話道事件と言われると思いますが、この事件が起きます。えー、実際さっきの台湾軍の話に戻りますが、台湾軍は理由があって鎖国政策をしていたんですよ。で、ただ、 イテウォン軍が民主によって弾劾されたということを聞いた日本は今がチャンスだと思って朝鮮の関波道あたりで朝鮮軍と日本軍との戦闘が起きます。 もちろん近代化された日本に対して、まだ旧式軍隊を持っていた朝鮮は相手にならなかったでしょう。日本の圧倒的な勝利でした。記録を見てみると、日本軍の戦死者は2人しかいないんですが、これも朝鮮軍によって殺されたんじゃなくて、えー、自分たちの密室で、ちゃんと船から降りるときに、あの、海に、 溺れてしまって亡くなった記録だったので、えこれは本当に日本軍としては死者が一人もいない圧倒的な勝利だったんですね。 この勝利によって朝鮮は日本の言いなりになります。日本は朝鮮に対して朝鮮の港を開けろ、貿易しようみたいな感じで要求をしてきますね。えー、こういった形は日本がペリテイトにやられたその方式と全く一緒だったそうです。で朝鮮としては戦闘にも負けたし、まあ、仕方ないので日本に港を開けることになります。 ただ、この事件によって、古ンは家臣と民たちから支持を失ってしまいますよね。えー、家臣たちはプライドが高いので、一、えー、回の戦闘に負けたと言って日本の言いなりになるんですか王様がっかりですと言って、家臣たちからも支持を失って。 民たちからも支持を失って、結局工場は怖くなったんです。なので、王権の強化と自分の保護のために、新しい軍隊を創設しますが、この軍隊は、まあ、日本の軍隊の恐ろしさを見たのか、 近代軍隊を創設します。実際写真を見てみたらこんな感じで、新式武器まで投入するなど、結構しっかりした部隊だったらしいです。そして、これの訓練は日本人にお願いしたんです。じゃあ、これによって朝鮮軍隊が近代化するのかと思ったら、じゃあ、 朝鮮にも近代軍がいれば、旧軍もいますよね。旧軍たちには給料が回らなかったんですよ。予算がなかったということで。で、なんと、中3ヶ月間給料を見直したらしいです。皆さん、軍人に中3ヶ月間給料を払ってなかったんですよ。これは世界的な記録を見てみても、 でも珍しいあのことなんですね。皆さんが王様だと思ってみてください。国が貧乏で、まあちゃんと国民に給料が払えないとしても、軍人には払えるのが当然ですよ。 万が一何かあった時に、王を守るのは軍隊じゃないんですか。でもその軍人たちに中3ヶ月間給料が払えなかった。もちろん近代軍のための要素もあったと思いますが、ほとんどは実際王である古城と移民しの贅沢がとってもすごかったらしいですよ。 便、えーまあ、主だけ絞ってからお話をしますと、えー、これが公開されたことがありますが、このカペット、実際これは、ひの48匹を使ったカペットでとっても高いもので、これは便紙のものだったらしいです、えー。普通のカペットもこんなに高くて贅沢なものを使っていたということと、で、当時、朝鮮にはアンダウドという医者がいたんですが、えー、この人が、 民主の弟をちょっと助けたことがあるんですよ、手術によって。で、この民主はこの人に対してとても感謝をしたのか、このアンダウドさんが結婚するときに民主は結婚祝いで、今のお金で変えてみると、およそ1000億円ぐらいのお祝い金を渡したらしいです。 えー、先の話に戻りますと、今、民たちと、まあ、軍人にも給料が払えないぐらい貧しい国朝鮮なんですよ。にもかかわらず、この民主は、国のお金をまさに自分のお小遣いみたいにバンバン使ってたということなんですよね。記録によりますと、ォン軍が10年間集めた国家財産を1年で使い切ったそうですね。かなりの贅沢をしていたそうです。 でも、もちろん、旧軍も13ヶ月も給料をも上げてなかったのが気になったのか、13ヶ月ぶりに1ヶ月分の給料をやっと上げることになりますが、も,うもちろんこれを聞いた旧軍たちは、いや、やっと給料が入って、これで家族とご飯が食べれと喜んでたらしいです。ただ、もらってみたらびっくりしたんですよ。 あの、給料でもらったお米の半分以上が砂だったんですよね。皆さん、お米と砂を混ぜてくれたんですよ。これは一体どういったことでしょうそして、中3ヶ月ぶりのやっと1ヶ月分の給料なんですよ。でもその中にも半分以上が食べれない砂でした。じゃあ、これの真相は、実際、民居もという人の仕業だったんですけど、 この民業網は、王のおじになりますが、えー、この民業網が、実際この中3ヶ月ぶりに与える1ヶ月の給料を着服して、えー、実際国はちゃんと米を払ったんですが、途中でこれを流通するこの民業網が、それの半分以上の米をまた着服して砂を入れたんですよね。で、これでもちろん旧軍はこの民業網に苦情を言いに行きますが、民業網はこの前で、 お前らには素直は贅沢だという屈辱の発言をしたらしくて、ここで旧軍が爆発します。その場で民業務を残酷に殺して民主一族を攻撃することになります。 もちろん、旧軍もアホではないので、このままだと自分たちがクーデターになりますのでえ、誰か自分たちをサポートする王族を立ち上げないといけないんですよね。なので、テウォン軍のところに行って、テウォン軍の指示をもらうことになります。テウォン軍は自分の権力を取り戻せることになりますので、とても喜びながら、旧軍を指揮しながら、すべての責任は王妃にあると言って、民主を攻撃しろと命令を下すんですね。もちろん、旧軍も もうこれにには賛同して、民主を殺すためにまで、向かいますで。民主はこの噂を聞いて、早く逃げないといけないと思ったのか、訓い乳いの服装に変装をして脱出を図ります。で、この時に危機もありました。旧軍がもうすでに北軍に入ってきて、訓乳たちの顔を見ている時に、一人が民主の顔が分かって、あ これ民主じゃないのかと言って、このまま殺されると思ったところで、ホン・チェイという人物が現れて、この軍用は俺の妹だと言ってから助けてくれるんですよ。これによって民主は無事に、えー、脱出することができます。で、地方に逃走した民主は、もうすでに朝鮮の中では、まあ、民主の見方がないと言っても過言ではなかったので、なんと、 国の真に助けを求めることになります。 えー、つまり、真の軍隊を朝鮮に入れることになりますよね。まあ、真としてはこれ悪くない話だったので、もちろん民主を助けることになって、えー、朝鮮歴史に一番最悪な事件が起きてしまいます。真の軍隊が朝鮮半島に潜入して、旧軍を虐殺しますが、この形がですね、朝鮮の王妃が真の軍隊で朝鮮の軍人、民間人を殺害する事件になるんですよ。と、朝鮮の土地 えー、これだけでも民主は、まあ、ずっと非難されるべきだと思いますが、まあ、とにかく民主のこの作戦は成功します。それによって旧軍は解散することになり、その裏で操っていたテオン軍も真によって拘束されることになり、民主が政権を完璧に握ることになります。この事件によって朝鮮半島に日本軍の進出が加速化します。 この時に旧軍はやっぱり新式軍隊での目標も持てたので、その新式軍隊のまあいろんなところを攻撃するんですが、その中でやっぱり日本の財産とまあ日本人が殺される事件もありました。先ほど言った新式軍隊を訓練していた日本人がこの事件に巻き込まれて死亡してしまいます。えー、これによって、日本は日本の財産と日本人を守ると言って朝鮮半島に日本軍を入れることになりますね。ということは、 民主は朝鮮近代化を任されることになりました。責任者として。ただ、条件としては、今朝鮮半島には真の軍隊が入って、そして日本の軍隊が入って、そして朝鮮軍隊は混乱という最悪な状況でですね。 で、もちろん、民衆の一族も、まあ、いろいろやられてるので、バカではなかったので何か動きはあったんですよ。朝鮮近代化を進ませることは一旦ありました。写真で皆さんが見ているように、近代教育を投入して、英語、経済、経営なども勉強させましたし、または鉄路とかも投入しました。または電気もこの時期に入ってたらしいです。 ただし、朝鮮はもうすでに近代化が遅かったと思います。理由としては簡単に言いますとお金がなかったんです。民氏と王があまりにもお金を使いすぎたんでしょう。なので、この近代化のためのお金を集めるために、いい王と民氏は最悪の手を出しますが、 当時、朝鮮は微分社会だったので、お金があるけれども、貴族になれない人たちが、お金で感触を書いた人がとても多かったんですね。微分はこれで、えー、改良試験の合格証を販売するんですよ。つまり勉強しなくてもお金があれば、誰でも関良になれたんですよね。これは、朝鮮500年を維持してくれたとても大事なシステムの崩壊を意味します。 もうこの時点で朝鮮は滅亡に向かって知っていたと思います。皆さん、先ほど言ったお金で感触、えー、を買う人たちは、そのお金はどこから来たんでしょうかもちろん、えー、一般の民たちの税金からなんですよね。なので、こういった過度な税金と、で、終わらない民主一族の着服。民主一族は、えー、もちろん先ほど言った近代化という名分で、さらに痛みからお金を奪ったらしいです。 これによって、朝鮮最大の農民反乱が起きます。この時に民主は、この朝鮮の民たちと話し当てから解決しようとするんじゃなくて、なんと、また真の軍隊を呼ぶんですよ。最悪な手を使ってしまいますよね。これによって、また真の軍隊が朝鮮に入ることになりますが、 ただし、以前の地新の軍隊と日本の軍隊が朝鮮にいたときに、天神著役というのを結びますが、新の軍隊が朝鮮に入るときには、日本軍も自然に朝鮮に入るという条約があって、その条約に基づいて、また日本軍が朝鮮に入ることになります。つまり、朝鮮半島にまた中国の軍隊と日本の軍隊が対立することになって、えー、やっぱり王の古城も、これはさすがいけないと思ったのか、古城が動き出します。古城が、 さっきの農民反乱のリーダーにお話をするんですね。朝鮮のためなので、一旦今は解散しろ。そうではないと朝鮮半島に戦争が起きるということでした。このリーダーも、まあそれを納得したのか、まあ、ここで解散します。 この時解散しなかったらもしかして朝鮮王朝は朝鮮民主によって終わったかもしれません。ただこの解散はこの労民反乱によってはいいことではなかったんです。民主と古城はこの約束を破って後にこのリーダーを捕まって体をバラバラにして朝鮮全体に掲げます。これもかなり非難されるようなことの一つですよね。でもこういった王と民主の努力にもかかわらず 新と日本はいずれかぶつからないといけない国だったんですよ。なので朝鮮半島で新と日本の立新戦争が起きます。この結果は皆さんもご存知だと思いますが、日本の勝利で終わりますよね。この時に朝鮮はすごくショックを受けたと思います。じゃあこの時にこの二人はどういった選択をするんですかこの人たちはロシアに目を向けます。 えー、ここで個人的な話なんですが、この時の朝鮮王族は自分たちの地下で何もできない人たちだったんですね。で、まあ、皆さんもこういった絵見たことあると思いますが、結局朝鮮の支配権を置いて日本とロシアが争うことになります。でここで朝鮮王族はロシアの味方になろうとします。当時の記録を見てみると、ロシアも朝鮮が欲しくて、朝鮮王族にいろんな贅沢なプレゼントをしてたらしいですよね。 で、こうなると、古条にとっては、日本とちょっと、 距離を置かないといけない状況になりました。古城にとっては自分の親衛隊として作った近代の軍隊がえ日本人によって訓練されたので死に化されたと思ったんですね。なのでこの部隊を解散するように命令を下しますがやっぱ日本から見てみると裏には民主がいるなと思ってたらしいです。今のところではロシアと戦うために朝鮮を安定を求めていた伊藤内閣は三浦五郎という大役 軍人に民主を撃つという命令を下します。そして、この裏には、人内閣の協力者として、もう一度自分の権力を取り戻そうとする、平安軍も裏にはいました。じゃあ、これにより、1895年10月の8日、京ョ軍で民主は暗殺されます。朝鮮の宮で朝鮮の王妃が殺される事件でした。 で、遺体は燃やされたそうですね。今でもその遺体は見つからないんです。もちろん、当時の日本帝国はこれを否定するのは当然でしょう。ただ、 当時はロシア人とかアメリカ人のような商人もいたので、えー、これが日本の仕業ということは、えー、ま明白なことだったんですが、えー、その後2005年に実際側のという方が韓国に訪れて、当時民主を暗殺した死客の子孫だと自分自身を名乗って110年ぶりに公式に謝罪をしました。 まあ、日本の教科書ではこれを紹介した内容なんですけれども、実際あったことで覚えてくださいね。で、朝鮮滅亡の原因を与えた王妃、でそして他国の手で暗殺された民子でしたねで。90年代は他国の手で暗殺された王妃ということで、悲劇の王妃としてとても人気だったんですがで、最近は朝鮮滅亡の原因としての再評価されているので、かなり人気のない王妃の一人になっています。 じゃあ今日はここまでです。えー、来週はこの民主に対する韓国の歴史観というのをちょっと紹介してみたいと思います。どの世代はえ民主に対してどういった気持ちを持っているのかをちょっとまとめてみたいと思いますね。で、その間、皆さんがもしかして今日の話をもうちょっと詳しく見てみたいな思う方は、えー、日本の作品なんですが、日露戦争物語という漫画もありまして、こちらでは先ほど言ったテオン軍と民主の話がえ書いてます。 で、私が好きな漫画の中で一つが、安彦義和さんの王道の犬という漫画もありまして、こちらでもこの民誌が紹介されています。それ以外にも、今日の資料に参考になるような動画などを下にリンクかけておきますので、時間があったら見てみてくださいね。じゃあ、今日も聞いてくれてしんちゃんちんちゃんこまわよ。여러분、あんにょーん。